昭和49年12番組目ウリクペン救助隊でございますこれはフジテレビ夕方6時55分かなぐらいの枠で月曜日から土曜日帯でやっておりました枠がありましたねタツノコプロのカバトットとかカイケタマゴンとかやってたあの枠ですけどで、くれくれタコラを挟んでこのウリクペン救助隊となるわけです でこれどんな話かっつうとウリクペン王国というまあ架空の動物の国があってそこの救助隊の話なんですね。で月曜日で事件が起きてっつうかな、うん、どこどこに救助に行けみたいな命令が下ってで火曜日からそれから土曜日までかなかけて救助に向かうというような話ですね。でなんでウリリクペンって言ううかというとうさぎリス クマペンギンンギがメンバーにいるのでそれのまあ頭の文字を取ってウリクペンとなっておりますけれどもねでそのウサギたちが、まあ、競争しながら救助に向かうと誰が一番先に救助に向かえるかみたいなそういうところを視聴者に当てさせるというお遊びがあったようなそんな帯番組だったみたいですね。ここの企画はは主題歌でで見ていくわけですけすどこれには 終了主題歌といいうのはありません短い帯番組ですからね5分ぐらいの番組ですから終了主題歌というのはない。で開始主題歌は短いですけどそれがね「頑張れウリックペン救助隊」というもので作詞が中谷邦夫さんというひらがな名詞になってますね。で作曲がおなじみ菊池俊介さんで歌もおなじみ水木一郎さんということになっておりますけれどもですから。 まあ分からないのは、この中谷邦夫さんですね。で、この方、どういう人かというとですね、実は、このウリクペン救助隊の原作者でもある人です。原作者名を見ると、金子光となってます。金子光さん、この方の別名義みたいなんですよね、中谷邦夫さんっていうのは。ここでは平仮名表記になってます。多分、ウリクペン救助隊は年、低年齢向けのね、そういう漫画っぽいので、 ひらがなにししてるんでしょうけども中谷国よってちゃんと漢字の名義もあってですね大中小の中に谷はあの山や谷の谷ですねで中谷で国夫は国日本国の国に、えー、夫の尾で中谷国夫という名前で漢字の名義もちゃんとあるのですがでその中谷国を名義でもいろいろ活動されていて。 えっと「大空魔竜ガイキング」とかの原作もその中谷邦夫名義でされてるようですね。でご本名の金子光さん名義でもこのあと出てくる「ラセーヌの星」とか、ね、この「ウリクペン救助隊」もそうですけどの原作なんかもやってらっしゃるというねどこら辺で分けてるのかよく分かりませんけどもね。でこの方もともとどういう方かっていうと。 フジテレビの人なんですよフジテレビに入社してた社員の方で,でそこでプロデューサーとかをやられて、まあ、い一番最後は「木枯らし紋次郎」とかなるのかな、ね、いろんな作品やってらっしゃるけど木枯らし紋次郎のプロデューサーとして実績を上げたみたいなそんな感じですかねでそれを木宮ぎみたいな感じでフジテレビから独立して MK という会社を作ります。 MK だから多分金子ミツルのイニシャルなんでしょうねだから「ラセールの星」のオープニングフィルム見ると原作者が「MK」ってなってるんですよ。「MK」ってなっててで「かっこ」「金子光」ってなってるんですけどでこの「MK」って会社はその後もね「マルコ・ポーロの冒険だの」「名賢女里だの」「太陽の子エステバンだの」っていうところも作ったみたいですけども、まあ、そういう会社を起こした方ですね中谷邦夫さん。 その正体はこの「ウルクペン救助隊」の原作者としてクレジットされている金子光郎さんということになっております。でこの方はさっきも言えましたようにもともとフジテレビの方なので,で独立したその花向けにでしょうかねその追い出されたとか全然使い物にならなくて出ていったとかそういうことではなくて「小十嵐紋次郎」という大きな置き土産を 置いいててて出てきている人なので,でその方がね独立しての MK っていう会社なのでまあフジテレビからの選別みたいな感じなのかなとこの枠がねで与えられてる番組なのかな番組枠なのかなっていうそんな感じありますよね。なんでこ、えーまあ、この枠が MK に与えられたとということを はそういううい理由なんでしょうけどもともとタツノコプロさんが結構やっていた枠でもあったので実際にアニメーションを作る会社については、まあ、タツノコプロさんに再び、えー、注文したという形かなと思いますね。でタツノコさんが制作に加わっているのでレコード会社は一番当時のタツノコさんと密接につながっていたコロンビアさんに自然に決まったんだろうなと思いますよね。 でコロンビアさんでであるる以上、歌手はコロンビアの人の人誰かってことになるわけですけすどね、えー。多分作曲家が先に決まったのかそれとも歌手が先に決まったのかちょっとこの辺わからないですけどまあ菊池さんと水木さんっていうとちょっと前の「サムライジャイアンツ」以来の組み合わせですからね、まあ、その流れもあって菊池さんが水木さんを選んだのかなっていう気はしますけどもね。 辰野子さんと菊池さんはね「あの心臓人間キャシャーンとかでつながりがあるので、まあ、多分そういうことかなと、ねえー、まずは MK の制作になってで MK はもちろんできたばっかですからアニメ制作のノウハウがないですから辰野子さんこの枠で今までやっていた辰野子さんが実際の制作をやるとで辰野子さんがやったのでコロンビアさんが 自然とレコード会社に決まりでその中でたつのこさんとコロンビアさんに非常につながりのある菊池俊介さんおよび水木一郎さんが選ばれてるとまあいう感じの流れなんでしょうね多分ね。でこの主題歌の曲調なんですけどトルルルトルルドルル,ドルルルみたいな感じの まあ子供になじみやすい、まあ、低学年向けですからね多分ねそんな感じの曲調になっていてでベースにあるのはやっぱりマーチかなとやっぱり救助隊がねこう急いでこう向こうに向かっていく目的地に向かっていくみたいなお話なのでまあマーチを基調としてるんじゃないかなとでやっぱり低年齢向けな感じなので弾んだようなアレンジになってるかなとそれがね いうふうに思っておりますが。